ビジネスのチョイスがうまくないな。自分で独立したとは僕からしたら言わない。はい、皆さんこんにちは、竹内です。よろしくお願いします。はい、今日の相談者の方は今居酒屋とか、携帯ショップ、携帯の修理ショップですかね、そういったものを事業でされてますと。で、複数個事業数はされてるんですけれども、2、3億になるこう売り上げがね、どんどん億の単位で増えていくっていう、そういう実感が湧かないと。今後売り上げアップをしていく際にどんなことを考えていけばいいのかとか、そういった相談になってます。この方の特徴として、本当に考え方がですね、根本的に間違ってるところがあって、これじゃあそれは成長しないよねみたいなところがあるので、とにかくですね、行動が大事だと思ってる方はぜひ見てほしいんですよ。実は行動が大事だというのはそういうことじゃないよって勘違いしてる人がめちゃくちゃいますので、この辺をちょっと注目して、今回の相談者の方の話を聞いて、勉強にしてくれたらなと思いますので、よろしくお願いします。どうぞ。はい、じゃあ改めまして竹野内です。よろしくお願いします。宮本です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、なんか相談ということで、はい、今 iPhone 修理と居酒屋と建設関係と3個4個ぐらい、副業みたいなことしてるんですけど、はいはい、もう個人事業主なんですよ。1億とか3億とかっていうのが全然見えてこなくて、全然その壁が越えれなくて、なんかアドバイスがあればなと思って、はい、このコロナ禍で居酒屋始めるんですね。これは結構あれがありまして、もともと僕バーを、一番最初にバーを始めたんですけど、隣がコロナで撤退したので、そっちを買い取ってやらせてもらってる感じ。あは、なるほど。はい、で実際どうなんですか、そこの売り上げは。全然ですね、思ったより全然なくて。なんでそれがいけると思ったんですか。もしいけなくても iPhone 修理と建設があるから、赤字には なってないんですけど。それがダメなんですよ、その考え方が。もしいけなくてもって考えてやるようじゃダメですよ。だからいけると思ってやらないとダメって。はいはい、はい、でそもそも僕だったら絶対にやらないことなので、それって。そうです。居酒屋だったところが売り上げ苦しくなってやめて、同じような居酒屋をやろうっていうのはまずダメな話です。はい、はあ、はあ、はあ。今やってる居酒屋っていうのは何かをモデルにされたんですか。いや、モデルにしてるのはないです。それがダメなんですよ。ええ、自分の力を過信しすぎてるんですよね、そこは。はい、なのでなぜいけると思ったかの理由をちゃんと話せないとダメだし、例えば、はい、今10人投資家がここに並んでて、令和の虎みたいな感じで10人並んでて、はい、それに対して自分がこの居酒屋は絶対にいけると、はい、前の居酒屋が潰れたのになんでそれがいけると思うんですかって聞かれた時に答えて、はい、それが全員が納得して、わ、それだったらいけるよね、それは確実にいけそうだね、出資するよって言われても 80% ぐらいの確率なんですよ、成功する確率が。だからそのプレゼンができるような居酒屋をやってるのかっていう話なんですよね。やってないです。だったよ。じゃあ 70% ぐらいの確率、もしくはもっと高い確率で成功しないお店を今やり始めてます。おそらくなんですけど、自分がやればなんとかなる、はい、気合を入れたらなんとかなると思われてるんだと思うんですけど、はい、世の中は気合では何とも絶対ならないんですよね、ほとんど。はいはいはい、なので逆に言うと気合がなくても、はい、やれないとダメだっていうふうに今後は考えてやった方がいいかもしれないですね。はい、あと 何をやってますか。 iPhone の修理ですよね。 iPhone の修理ですか。はい、1店舗ですか。1店舗です。これは利益出てるんですよね、今。これは出てます。はい、どれぐらいの利益出てるんですか。月に40、50ぐらいは良くて、そのぐらいですかね。人は何人ぐらい。人が1人、僕だけなんですよ。あ、なるほど。じゃあ、オーナーさん1人でやってて、自分の給料も合わせて40万、50万ぐらいしかないってことですね、じゃあ。そうです、そうです。給料を出してしまうと、それは成り立たなくなっちゃうんですね。そうです。はい、それは、オーナーさんの給料を払わなければやれるモデルっていうだけなんで、おそらく、はい、今、携帯の修理屋さんで、何店舗か持たれてる方は稀にいますけれども、はい、基本的にはオーナーさんが働いてやっと成り立つビジネスモデルなんだと思うんですよ。って考えると、そもそもそこに手を出してしまってる時点で、サラリーマンとして働いてるのって何も変わらないんですよ。たくさんのお店ができるっていうことを予想できてないってことですね。はい、ってことは、これはもう自分で独立したとは僕からしたら言わないっていう。はい。気楽にやれてる分、サラリーマンよりかマシやよみたいな感じなんですね。はい。お金を稼げる人っていうのは基本的には自分は働かないんですよ。はいはいはい。そうじゃないと大規模なお金なんて生まれないので、基本的には自分が働かなくていかにお金が入ってくるかっていうことを常に考えられたんですね。はい。なので、もし今店舗を拡大してたくさん儲けたいと思われてるんだったら、ちょっと選ばれてる業種がもうすでに
間違ってるかなっていうところなんですよ。ということです。で、あと携帯のショップでフランチャイズでたくさんのお店を持たれてる方の中にいると思うんですよ。そういった方はじゃあどうやって利益出してて、どれぐらいの人件費で、例えば月に10万でもいいと思ってたくさんの店舗が持たれてるのか、なんかそこの辺を聞いてもらったらいいかなっていう気がするんですよね。あとはフランチャイズとしてやったらどうですかと、自分がそのノウハウを持ったんであれば、はい、逆にそういうオーナーさんを探してフランチャイズとしてやってもいいかもしれないですね、はい、本部として、はいはいはい、そしたら1億とか3億って見えてくる可能性はないことはないですよね。フランチャイズ展開しようとちょっとだけ考えて、まあ、先っぽだけまだしかしてないんですけど、フランチャイズ .com とか、 なんかああいう代理店募集 .com みたいなのがあれに出そうと思ったんですけど、ちょっと費用が高くて、そうですね、ちょっとここをポンチ出し切らない自分がいて、1件決まれば30万くれみたいな、例えばそのぐらいの金額なんですけど、あ、決まらなくても10万円しか、こんな感じでした。でも1ヶ月10万円ですか。そうです。それは思い切れないっていうところでしょうけど、10万円払ったとしても、はい、30万円払って40万じゃないですか。1ヶ月にもし1件決まるんであれば40万円払っても、はい、そのフランチャイズオーナーさんから10万円毎月もらえるんであれば4ヶ月で回収できますよね、はい、なんなら加盟金でそれ以上に回収しませんかって考えると、宣伝広告費に、はい、あのお金を使うっていう意味ではどっかでチャレンジしないとそこは得れないですね。はい、そこは多少のリスクなのかなとっていう感じですかね。ビジネスのチョイスが結構うまくないなと、はい、すいません。そうですね、結構言われますね。とりあえずやってみるのが大事だと思ってるからなんですよね。とりあえずやってみる精神がすごいです。それはすっごいありました。行動するのが大事だとか一般的に言われるし、はい、悩むんだったらとりあえずやってみろって言われるんだけども、はい、それをやっていけるっていうのは基本的に自分の体で稼ぐ人なんですよ、はい、とりあえずやってみろっていうのは僕は間違いだと思ってて、あくまで行動が大事だっていうのは大そうなんですけど、はい、その先に自分がずっと動かないとダメだっていう状況を分かってるにもかかわらずやってみるっていうのは、はい、ただただ何も考えずにやってるだけなので、やっぱりそれの中には計算がいると思うんですよね。うじうじ考えてるぐらいだったらやれってよく言われるけれども、そうじゃなくって、はい、これは絶対いけると思った時点でやるかやれんか悩んでやらないっていうことをするんじゃなくて、これはこの先も希望があるやれるって思った時にちょっと不安で怖い、その怖いところを全部解決させてやれっていう意味なんで、うん、だから不安な部分、これじゃうまくいかないんじゃないかなっていう部分を潰すっていうことを行動するっていうのも大事なんですよね、はい、みんななんか開業するとか起業することがなんか行動だと思ってるんだけども、はい、そのリサーチをするとか、前のそのリサーチをすることに対するのも行動なんで、はい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 、だから僕は不安なままで起業するなってよく言ってるんですけど、まず僕が探す時っていうのは情報を探しに行くんですよ。で、はい、情報を持ってるのっていうのは人間なんで基本的に、はい、まあそこら辺に落ちてないんですよね。で、はい、目で見て分かる情報っていうのは基本的に取られてしまう可能性があるし、はい、誰もが思いつくことなんですよね。なので例えば飲食店があそこを行列できてるからやろうっていうのはいいんですけども、はい、まあ、それでも間に合うものも結構まだあるので、それはそれで構いません、はい、ただできれば例えばビジネス交流会とかそういったものに参加したりとか、はい、税理士さんに聞くとか、これよく言ってますけど、はい、税理士さんにどういうのが業種流行ってるとかね、はい、ビジネス交流会行ったらすごく流行ってそうな業種ってあるんですよ。例えば今だとガールズバーさんとか、はい、ああいったところってすごいそういうビジネス交流会でも多いんですよね、人が、はいはいはい、でそういう人たちにどんな感じでやってるんですか、どうなんですかっていう話を聞いて、でその中で情報を仕入れました。次に、はい、本当にそれが流行ってるお店がすでにあるのかどうかを自分の足で見に行く、はい、ああ自分の足でですね、見に行く、最低でも3店舗ぐらいは見に行くと、はあ、でその時に全部がもし流行ったらもうどこでも行けるよねとか、はい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 、で立地も同じようにしないとダメだし、なんならそのお店の名前もかなり寄せた名前にしないとダメだし、はいはいはい、値段帯も同じようにしないとダメだし、はいはい、だからそこで差別化をするんじゃなくて、ほぼほぼ似たような店を出すっていうのが僕の TTP という考え方ですよね。はいはい、徹底的にバックルですね、はい、そうですよ、勉強になります、はい。まあそういう感じで今後意識してビジネス探せば僕はまあいけないことはないかなと思いますけどね、そのやる気と行動力はあると思うので、3億まで伸びそうなのが確実に見えてから動けってことですね。まあもちろんそうです、当たり前です、それは、はい、あの経営者はね、頭が良くないとダメです、やっぱり、はい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 、どう考えても。なので行動力があるから儲かるってことはないですね、ある程度考えれてる人間じゃないとダメです。なので何も考えずに行動しろっていうのは間違いなんですよ、うん、
しっかり考えてやめてしまうんじゃなくて行動しなさいっていう意味なので、でダメだと思ったら行動しないんで僕の場合は、はい、でそれはダメだけどじゃあ他を探そうって言って行動するんで、ただただ何も考えずに行動してて儲かることなんてまずないですから、そこを世の中勘違いしてる人がめちゃくちゃ多いですね。僕も完全に勘違いしてる側でした。っていう感じですかね。大丈夫そうですか。はい、ありがとうございます。すごい勉強になりました。いえいえ、ぜひぜひ頑張って授業やってほしいなと思いますので。ありがとうございます。すみません、はい、どうも。昨日のお時間をありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼いたします。失礼いたします。